水田市。水田市は、日本の近畿地方中央部、大阪府北部の北雪三島地域に位置する市である。四高寺特例市。古代の行政区画で、水田のほとんどは、三島郡に属する。大法律令701年で、三島軍が、島上郡と、島下郡に分割されて、以降は、島下郡に属した。神崎川沿いの河口として、 古くから栄え、近代以降は、ビールの街、朝日ビール、鉄道の街、水田草舎場へと変貌を遂げ、現代以降は、地里ニュータウンの造成、日本万国博覧会の開催で知名度を上げた。万博会場跡地は、万博記念公園として整備され、太陽の塔、私立水田サッカースタジアムなどがある。地域の北側は、なだらかな千里丘陵で占められ、 南側は、淀川、ア川、神崎川や、千佐と丘陵を源流とする川から運ばれた、堆積物で作られた平地になっている。標高は、1.5メートルから115.7メートル、地域は、東西に6.24キロメートル、南北に9.6キロメートルで、面積は36.11キロメートルである。水田地域の地質は、北部の千佐と丘陵の大阪総群。 千里山類層の古紀鉱石層と南部の藍川、神崎川沿岸低地の奇跡層の二つから構成される。北部の鉱石層は約200万年前から約1万年前に土砂が堆積した地層。南部の奇跡層は約1万年前以降にできた地層である。かつては海がすぐそばまで迫っており、豊津、高浜といった地名が今に残る。藍川は 地域の南端を、神崎川は、東から西に流れる。地里丘陵を源流とする山田川、糸田川、小尺川、高川が、北から南に流れ、愛川を呼び、神崎川に合流する。当地域に、自然の大きな故障はなく、釈迦が、池、新から、舞池、宮が、谷池、竜が、池、牛が、首池、王子池、高町池など、 多くのため池が設けられている。仏元寺山断層、上町断層帯が東隣の豊中市北部から南へ続き、市境を通って水田市南部で市内に入る。水田市内では江坂付近を経て南の大阪市内の上町断層本体へつながる。また、水田市域のすぐ北に高槻有馬構造線がある。 どちらの断層でも地震が発生したら、水田市内では、震度7相当との予測がある。なお、水田市内に存在する主要な公共交通機関については、交通を参照のこと。瀬戸内海式気候区の気候で、温暖ではあるが、雨が少ない。水戸の地名は、水田から来ていると考えられるほど、かつての稲作地帯ではあるが、昔から雨が少ないことは、 多数のため池が象徴的に表している。2004年度の統計で、晴天が223日で、0.1ミ、mm、リメートル以上の降水日は87日である。新暦導入以前、1872年以前の日付は和暦による旧暦。丸括弧内は、西暦で、1581年以前は、リウ薄暦、1582年以降は、 グレゴリオ歴、長らく国からの財政支援である地方交付税、普通交付税を受けない、いわゆる不交付団体であったが、平成22年度は交付を受けている。水田市消防本部、西消防署内に、併設が水田市全域をカバーする。水田市内の消防署は以下の通り、2016年に起こった熊本地震への対応について、 水田市に認可保育所の利用を希望した人の約半分しか保育所に行けなかったことを受けて、水田市は保育力緊急強化宣言を上げ、今後3年間で2150人の保育枠を増やすことを目標にした。これが実現されれば、水田市の保育枠が約40%増えることになる。定数は36人、原因は36人。 2019年6月3日時点での開発構成は以下の通り。産業別人口、販売額を見ても第三次産業、商業の比重が高いのが、水田市の産業の特徴になっている。大正から昭和にかけてビールと総車場の街と言われていった時もあった。朝日ビールのビール工場は現存する。1984年、昭和59年2月に、 東洋一の規模を誇った吹田奏車場は廃止された。吹田市内の商業地域としては、大正時代から駅前に自然発生的にできた商店街や地里ニュータウンの計画的なショッピングセンターがある。また、2015年にはイクスパシティが開業した。一方、店舗面積が1000平方メートル以上のいわゆる大規模店舗は、吹田市内に42店舗。 2004年度。その内訳は、スーパー17店、小売市場3店、専門店12店、ホームセンター4店、その他6店になる。特に店舗面積が1万平方メートルを超える。店舗が4つ、そのうち最大の1店舗は2万平方メートルを超える。水田市内の商業地の地下、ベスト5から都市計画法に基づく商業地の指定場所のみ。 いずれも2015年度の工事地下から1平方メートルあたりの価格。水田市内の卸売業の売り上げは、水田市内の小売業の5倍以上あり、北節の市の中では比較的多い。しかし、1991年にあたりをピークに、年間の販売額は減少を続けている。水田市内での卸売額が多い分野は、電気機械器具や、食料、 飲料といったものになっている。2002年の水田市内商業の年間販売額、万円。水田市内の卸売業の推移、万円。水田市内の郵便番号は、北部地域、大ね名神高速道路以北の地域が565から08、XX、吹田千里郵便局が集配を担当、南部地域、 大ね名神高速道路以南の地域が564から00、XX、水田郵便局周波を担当である。大阪市のベッドタウンで大阪市へ通勤している就業依存率37.2%は大阪府下で最も高い。平成12年の夜間人口は34万7400人。昼間人口は34万5909人で、 中夜間人口比率99.6%である。そのうち、大阪市への昼間流出人口は65,883人。ただし、大阪市からの23,951人の昼間、人口の流入もある。医療圏は、三島ではなく、豊野二次医療圏に含まれる。水田市内の小学校、中学校、高等学校の在校生の合計よりも、 水田市内の大学の在校生の方が多い。2004年の生徒数、少子化の影響などで生徒数が減少している。特に、千里ニュータウンでは、減少が大きく、当地区の小学校が2003年に統廃合され、私立小学校が37校から36校になった。ここ5年間では、水田市全体では小学校の生徒数は微増しているが、 中学校では依然として減り続けている。なお、市内には34、公立16、私立18の幼稚園があり、園児数は微増していることから、全体としての減少にようやく歯止めがかかりつつある。公立私立、市が運営する、図書館、水田市立図書館は、以下の7館に分室と移動図書館、自動車文庫が運営されている。その他の機関が運営する、図書館、 万博記念公園とその周辺に多数の体育施設が集中する。それ以外にも、水田市営や民営の体育施設が市内に点在している。一般に使うことはできないが、社会人スポーツで数々の実績がある日本生命公式野球部の千里山グラウンド都市対抗野球予選等で使用や日本生命卓球部の練習場も水田市内にある。吹田市では、 私立の小中学校の校庭と体育館の開放が行われている。土日が中心だが、校庭に照明設備を整備し、平日のナイター開放を行っているところもある。JTB 時刻表によると、中心となる駅は JR 水田駅である。また、市役所の最寄り駅は、阪急水田駅、水田市役所前であり、両社の水田駅は約600メートル離れている。 市内で最も乗降客数が多い駅は江坂駅であり、北大阪急行南北線と大阪メトロ、御堂筋線はこの駅を介して、相互乗り入れを行っている。また、2006年12月1日から、千里岡地区で、吹田市、コミュニティバス、すいすいバスが運行されている。以前は、吹田市が独自に、60歳以上の高齢者、障害者、 妊産婦を対象に3系統の福祉巡回バスを運用していた。福祉巡回バスの利用は無料だが、事前に市役所で利用証を交付してもらう必要があった。首都圏、新州、北陸、山陰方面などへの高速バスの千里ニュータウン停留所が桃山台駅の近くにある。水田市の高速道路は全線が西日本高速道路の管理。 国道や不動は全線が大阪府茨城土木事務所である。隣接する豊中市には大阪国際空港が存在し、水田市も空港地元自治体の連合の大阪国際空港周辺都市対策協議会の一員である。桃山台駅付近に千里ニュータウン高速バス停留所が設置されており、以下の事業者により高速バスが運行されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。